結局高枠三者レディース3名が枠番を主張ということになりました。絶好枠からインコースとなりました。今日はこのレースのみの戦い長島牧であります。前の木はよもやの大苦戦、しかし尻上がりに調子を上げまして今季早々に三国で V を飾りました。この1号艇長島牧、2号艇水口幸が2コースに進入、挽回を期しての戦いです。そして3号艇前田咲もこのレースのみの戦い、キャブレターを変えてのレースであります。そして本番レースは4コース角1、6号艇村松修司、今日の1走目も同じ4コース角から2番差しての勝利、4号艇中が5コース、6コース5号艇岡本翔太郎。第11レース予選競争団体戦、1番2番3番ダッシュ6番4番5番です。スタートしました。センターアウト勢がスタート優勢、1番この攻防角から出る6号艇村松修司が一気の攻め、3号艇前田がブロック、1号艇長島沖も抵抗する、切り込んでいくのは3号艇前田先でバックストレッチ、先頭争い1号艇3号艇一騎打ちか、1号艇長島沖踏ん張っているが懐から接近する3号艇前田先、3番手からは6号艇村松修司腰団体後方、2号艇5号艇4号艇11レーススタート正常、一周の2マークは内から3号艇前田が抵抗、1号艇にいる長島でありますが内内通って3号艇前田咲が先頭に躍り出た、一点審査で1号艇長島脇が2番手、6号艇村松修司が3番手、上位体系3番1番6番、レースは2周目に入っています。1号艇長島2番手からここもつけばいくが3号艇長島前田咲がブロック、ここでリードは3点進と少し広がった、3号艇前田咲が先頭、1号艇長島牧が2番手、3番手に6号艇村松修司、上位体系3番1番6番、後方2号艇4号艇5号艇と続いています。2周2マーク折り返し3号艇前田咲が先頭、今度は懐に鋭く来た1号艇長島牧、少々バウンド、ここはこらえている先頭3号艇前田咲、上位体系3番1番6番、最終周回に入っています。すぐさま絞り込んで先頭を守るのは3号艇前田咲、しかしコーナーごとにさすがの攻めを見せる1号艇長島牧、3周の1マークから向こう上面、ここも V 際ギリギリ来る1号艇長島、しかしここもなんとかこらえて3号艇前田咲がすぐさま絞り込む、それでもその差は2点進、1号艇長島牧がまたコーナーごとに差を詰める、間隔空いて3番手は6号艇村松修司、ラストコーナーに入ります。ギュッと差が詰まってきた3号艇前田咲の懐つく1号艇長島牧、しかしこらえ切った先頭を守った3号艇前田咲、上位体系3番1番6番でゴール、先頭3番前田ゴールイン、2着1番長島ゴールイン、3着6番村松ゴールイン、2番水口ゴールイン、5番4番4番5番は接戦でゴールイン。